英福寺は、京都市中京区にある浄土宗西山深草派の寺院。三号は浄瑠璃山。本尊は、薬師如来。通称タコ薬師堂やタコ薬師と呼ばれる。要は元年、比叡山延暦寺根本中堂の本尊である、薬師如来を信仰している、総林州の夢枕にその、薬師如来が現れて、昔、最長が掘った自分の石仏が、比叡山にあるので、 掘り起こすようにというので、翌日その通りに掘ると、薬師如来の石仏が現れた。林修は歓喜し、二条室町の地にその、薬師如来の石仏を本尊とする六軒紙面の道を建立し、永福寺と名付けたのが、当時の起源である。霊言新たかであり、柿津元年には、御花園天皇の直願寺となっている。中世には、俗称として、 タコヤクの名が付けられていたが、天正18年、豊臣秀吉が寺院を集めて、寺町を作ろうとしたことによって、現在地の新京国に移転する。それ以来、タコヤクを参拝する東西の参道を、タコヤク通りと呼ぶようになった。明治時代となり、廃物希釈や京都府三事牧村正直による1872年に行われた。 新京国通りの新設により、寺地が狭まり、現在に至る。また境内には、阿弥陀如来を本尊とする保守山、無量寿院明神寺という寺がある。明治時代に移転してきたものであり、永福寺が管理している。かつて永福寺があった二条室町の地には、池があり、当時は、俗称として、水上薬師や、沢薬師と呼ばれていた。それが、いつしか、 タ薬師が転化して、タコヤクとなったというものである。他にも、県庁年間の初め頃に、総善光が、病の母によるタコが食べたいとの願いを聞き、悩みながらも、自らタコを市場で買った。それを、町の人たちに総がタコを食うのかと咎められ、タコが入っている箱の中身を見せるようにと皆で、善光を責めた。そこで、善光は一心に、薬師如来に、 このタコは、私の母の病気が良くなるようにと買ったものです。どうぞ、この難を、お助けくださいと祈るや、八本足のタコが光を、放ちながら北ッケ京八巻に変化した。この光景を見た人たちは皆が主張して、南部薬師如来と称えたところ、北ッケ京八巻はまたタコの姿に戻り、永福寺門前の池に潜っていった。そして、そのタコが放った瑠璃光を、 前校の母が浴びたところ、病気はたちまち回復した。それ以来、永福寺は、霊言新たかな、たこやくし堂と呼ばれ、その本尊は、たこやくし如来、親しみを込めて、たこやくしさんと称されたというものである。ありがとうございます。